2011年入社の井上彩香です。皆さんこんにちは。私はですね、KTS のホームページに特に計算というふうに書いているんですけれども、なぜ私が計算が得意なのか、周りの人に計算早いねって言われるのか、分析を勝手に一人でしてみました。その結果がこちらです。はい、計算のコツということで、通常皆さんはこれは時間を計算するときなんですけれども、普通にこう数字の足し算とかすると思うんですが、私はこういった60秒と書かれた容器が頭の中にいくつもあって、それが埋まったら次の容器に埋めていくっていう、なんていうんですかね、数字というよりかは図形を計算していくみたいなイメージでやってるんですね。なのでこの自分の頭の中を分析したらこういう図になったんですけれども、計算がちょっと苦手だなという方はぜひこのコツを真似してみてください。以上、井上彩香でした。